非正規雇用で働くあなたへフルタイムの方、短時間の方、いろんな方がいらっしゃると思いますまた、契約、派遣、日々雇用などさまざまな形態で働いている方がいらっしゃいますコロナ禍で非常に厳しい状況にあるあなた本当にお疲れ様ですあなたが非正規という働き方を選んだ あるいは選ばざるを得なかったその理由は様々だと思いますでもその理由に関係なくもし生活や将来に不安を感じているとすればそれはあなたのせいではありません政治の責任です非正規の約7割が女性ですシングルで子育てをしている 介護など身近な人のケアを引き受けざるを得ない方こうした理由で非正規を選んでいる方もいるでしょう。このコロナ禍で皆さんが多く働くサービス業や飲食業などでは失業休業が相次ぎ「明日の食べるものすらない」という声もたくさん聞いてきました。私たちは 政府に強く働きかけ、さまざまな支援金や給付金を実現してきました。あなたの生活を支えるため、最低賃金を1500円まで引き上げたいという目標を掲げています。社会保険の適用範囲を拡大することなどにも取り組んでいきます。望めば、希望すれば、正規で働ける社会へ。 あなたがちゃんと暮らせる社会を実現するのが政治の役割です私たちと一緒にそんな政治を実現しましょう